例えばその国の首相と会ったりとか、もちろんそれは誰が悪いか悪くないかでいうと、騙す人はもちろん悪いんだけど、出会うことも縁であれば離れていくのも縁なんだよね。なんと GACKT さんをですね、マレーシアの僕の新居にお招きしてですね、と言いましてもこの家も GACKT さんに見つけてきてもらったんですけど、まだここに住み始めて3日4日しか経ってないんですけど、この最強の GACKT さんが見つけてくれたプールでですね、動画の撮影をしたいと思います。今回はまだ3冊目ができてないけど4冊目のインタビューを先にねさせてもらえればと思っております。よろしくお願いします。お願いします。来ちゃいましたマレーシアにすごいね、行動力があるというか計画性がないというか、すごいもんですよ。はい、ガクさんこの家案内してくれたじゃないですか。即決で決まったじゃないですか。はい、ガクさんが紹介してもらった学校にもこう問い合わせをして、で入れてもらえるっていうことになって、いつから行っていいんですかっていうふうに言ったら、もういつでもいいよ、もうすぐにでもおいでって言われて、その場でうち娘2人と息子がいるんですけど、それぞれの学校に出発の3日前学校やりますとで連絡したら、そんな急ですかって言われて、で普通だとなんか書類とかいろいろ必要らしいんですよ、向こうでの在学してた証明とか成績表とか。でも GACKT さんの、まあ、そういう意味でコネでこっちの学校入れてもらったんで、何もそういう書類を求められなくてですね、日本で学校とかにこう移住しますっていうのを言うのを3日前ですんだっていう。こっちでも特に学校の入学試験とかもなく、こうめちゃめちゃ手厚いサポートを今してもらいながら、インターナショナルスクール通い始めたんです。まあなんて言うんだろうな、生活をする上で一番大切なのはコネだよねそうですよね、はい、これなんですよ。そう、それを僕はそのどの国に住むのも一番のプライオリティにしてるから、まあだからスケジュールが全部埋まるんだけどね、海外でも。やっぱり海外で生活するっていうのは単純に海外で住むっていうことを表してるんじゃないと僕は思ってるんだよ。その国で何があっても大丈夫なように、どんなことがあっても対応できるようにコネクションを作って、でコネクションっていうのは紹介されたからできるものじゃなくて、関係性によってできるものだから、だからどの国に住んでもそのコネクションを必ず作るっていうことをプライオリティにして、でまあ行動するんだよね。で例えば僕がもう今全部引き払ったけど、ヨーロッパでこのコロナが起きてからずっと療養をしてて、2年間ずっとヨーロッパにいたんだけども、一番最初にマルタにいて、その後イタリア、フランス、スペインって回って、で最後スペインでずっと住んでたんだよね。最後何か3ヶ月ぐらいかな、はスペインにいて。でもやっぱりどの国にいてもやっぱりその関係性を作るために行動するっていうのが本当に大事で、だから例えばその国の首相と会ったりとか、スーパーバイザーと会ったりとかで、何かトラブルがあった時には対応してもらえるような関係性を、まあ仲良くなって作っていくっていうのがすごい大事だよね。そうですよね。そういう意味であのマルタ島に行った時も、こっちの思いつきでそのカジノを貸し切ってその動画を撮りたいって言ったら、ガクさんがそこのオーナー知ってるよってそのカジノのオーナーと言ってもね、マルタに住んで数ヶ月目にしてもうすでにそのカジノのオーナーとかと仲良くて、そうね、政府とかに許可を取らないといけないのに、その人に電話一本で OK もらえたじゃないですか。そういうのもなんかこう必要最低限をちょっと超えてますよねね、よく最近さ、みんな別に外に出なくても生活できるとか、
言うけど生活はできると思う。だけど外に出ることによって自分が行動をすることによってできる関係性、もしくは外に出ないとできない関係性っていうのがやっぱりあって、で、まあ、まだ僕が病気をする前だったからマルタに移って、でマルタの、まあ、いろんな方たちと出会って、偶然ももちろんあるし紹介で出会ったこともたくさんあるし、でも全てはもしあれが家の中でずっと生活してたら起きたのかっていうと起きないよね。もちろん生活はできる、住むだけだったらできる、だけど外に出ることによって、まあ、出会いっていうのは悪い出会いもあればいい出会いもあるし両方あるわけで、それを選別するっていうことも大切だし、でまあマルタでの生活がやっぱりスムースにいってたのはやっぱりそういう人たちのサポートがあったからっていうのもあるよね。だからやっぱり考えてることっていうか今まで自分の人生で大切にしてきたことっていうのは決して間違いじゃないなっていうのを振り返ると思うことはたくさんあるよ。うん、なんか今回もそのマレーシア来て本当ノープランで急に来ちゃったから何も準備してなかったじゃないですか。がこう学校入学から家決めて住んで車の手配から保険から全部こうその次の日には対応してくれるようなあれを、まあ、ご紹介いただいて、その人しか、まあ、マレーシアの方たちがみんなケアしてくれて、まあ、学校もやっぱ急に英語の学校だからなかなか馴染みづらいじゃないですか。毎日先生から連絡があってこうできることあるかとかケアする担当をつけてくれたりとか至れり尽くせりというか、逆に言えば学さんのコネクションご紹介いただけなかったらどうしてたのかなっていううーん、まあなんて言うんだろうな、もちろんコネクションがないから生活できないわけではないけども、コネクションがあることによって大きく変わることってたくさんあるじゃん。で、それをどこまで用意するかっていうのは自分の行動力に関わってるんだよ。で、前も話したかもしれないけど、ちょっと無理をしてでもクラスを上げる生活、クラスを上げた場所に行くことによって出会いがそもそも存在していて、例えば旅行するだけだったら別にエコノミーでもいいわけじゃない。だけどまあ分かりやすく言うと、例えば傭兵の例えで言うと、僕と傭兵が出会ったのは飛行機の中だよね。傭兵が通路側に座ってて、で僕が窓側に座っててビジネスクラスで、でそれは僕の行動がきっかけだったわけじゃん。何やってる人っていうとこから始まってへえそうなんだ面白いね、じゃあご飯食べ行こうよっていうとこから始まるわけじゃん。でもこれって元を正せば、一つは傭兵がもしエコノミーに乗ってたら起きたのか、まあ、絶対起こってないですね。そうだよね、はい、でたまたまあの時は僕から声をかけたじゃん、はい、だけどあれ傭兵から声をかけても同じことが起きたと僕は思うんだよ。なるほど、なるほど、うん、その間口がこう開いてるってことですよね。そうで、もちろんそれを拒む人もいるけども、相手が拒むかどうかっていうのはそれはトライしてみないと分かんない話であって、だから大切なのはそのクラスに上がることによってそこでしか出会えない人たちと出会うっていうのが一つで、行動によってさらにその関係性や深さがどんどんこう奥に行けるというか、そこからいろんな人たちと出会うことになってじゃない。それって自分の、大げさに聞こえるかもしれないけど、人生に関わってくることじゃん。たった一つの行動が自分の人生を大きく揺るがす行動になるわけで、
まあ、そう考えるといかにその外に出る、自分から行動をする、自分から声をかける、うん、でドアは開いておくっていうことができるかどうかで、その人の人生は大きく変わる。ドアを開いておくっていうのも長い目で言うと結構体力使いますもんね。考え方なんじゃないのかな。例えば中にはね、すごい自分のドアを閉めてる人、心のドアを閉めてる人もたくさんいるんだけども、なんでって聞くと騙されたくないとかっていう人が結構多いんだよ、はい、でもこれは僕からするとそれ逆で、ドアを閉じててもそういう人を騙す人たちっていうのは入ってくる。うまいからプロですよね。そう、そこを入っていくのがプロで、でもそれをやられてる方は自分がこの人に対して心開いたと思っちゃうんだよ。だからその人を信用しすぎちゃって、私は普段心のドアを閉めてるし誰も入れないけども、この人は私がドアを開いて私が選んだ人だからっていう認識があるんだよ。そうするとその人に執着し始めるんだよ。だから騙されてることも気がつかないで、いやあの人に限ってそんなことはないっていうふうなことが起きることが多い。これはよく僕の姉にね話すことなんだけど、逆だよ、開いた方がいい。最後の一枚はガラス扉があって、それは閉じといてもいい。でも相手はそのドアに気づかないことが多いし、そのドアは閉めといていいけど、そこまでのドアは全部開いておいた方がいい。で誰が入ってこようがそれは受け入れた方がいい。そうすることによって人に執着することがなくなるから。まあ例えると、自分が教室を持ってて生徒が2人しかいないと、1人が出ようとした時に、ちょっと待てと、そこに座れと、お前ここにいろ、僕の授業を受けろっていうふうに執着するんだけど、そこに500人生徒がいたら、生徒が出ようが出なかろうが気にしないし執着しないよね。だからそういう人たちは勝手に入ってくるし勝手に出ていく。でそういう人たちが一番武器にするのは執着なんだよ。人の、自分がいなくなるとっていうことを武器にして話をしたりする。その関係にちょっと依存しちゃう。そう、依存させるのがうまいからさ。だけど人がたくさん出入りしている自分の心の余裕と常に解放している感覚が存在すると、入ってこようが出ていこうが自分から去っていこうが二度と帰ってこなかろうが気にしないんだよ。人の出入りが多いから。そうすると人に執着しなくなるから冷静な判断ができるし、まあ仲間が少ない人、友達が少ない人っていうのは基本的に閉ざしている人がやっぱり多い。で閉ざしている割には人にすごい執着している人が多いし、その執着が結果的に悪循環になって、もう人を信用できないとか言い始めるんだけども、そもそもの原因はどこにあるのかって言ったら、もちろんそれは誰が悪いか悪くないかで言うと、騙す人はもちろん悪いんだけど、でもその人に心を開いたと思っている自分がそもそも問題なわけで、そういう人たちっていうのはうまいからさ、その人が心を開いたように思わせるのがやっぱうまいわけで、だから常に心のドアはオープンして誰でも受け入れる。でも去っていったら追わないっていうスタンスが一番ニュートラルで、そこにはまあある種特殊な感情もないし、その悲しいとかその人がいなくなって寂しいとかそういうのもないし、もちろん感謝はあるよ。誰かがいてくれることによって助けてもらったり、自分が成長するきっかけになったりすることに対する感謝はたくさんある。だけどその人が去ることによって悲しい、辛い、苦しいとかっていうことを思わなくて済むし、もっと冷静に、まあ、これも縁だし、でみんな縁っていう言葉をよく使うんだけど、
縁っていうのは出会うことも縁であれば離れていくのも縁なんだよね。出会うことだけが縁じゃないんだよ。まあ中国で缘分って言うんだけど、この缘分っていうのは日本語は縁しかないよね。だけど中国語は缘分って言って別れるっていう字も入るんだよ。そうなんですね。そう、離れていくっていう。だから出会うことも別れることも縁なんだよ。年明け逮捕か。前代未聞の問題作。ガクトがついに真相を告白。メディアに流れるさまざまな噂、それらに沈黙を貫いてきたガクトに全ての疑問をぶつけたノースビレッジ編集部。真相が気になっていた全てのファンの皆様、そしてアンチの皆様、お待たせしました。ガクト本人が初めて NG なしでスキャンダルと炎上騒動について全ての真相を告白。炎上やスキャンダルにさらされても何度でも立ち上がるガクト、彼を突き動かすものは何だったのか。さらにガクトが最も信頼した超側近者の S が数々の疑惑に証言した。これが真実だ。未だに残る疑惑の数々に対し、客観的な第三者の証言と証拠とともに真実が白日のもとにさらされる。ガクト敗戦記。2023年9月4日全国書店にて発売。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を読んだあなただ。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.